ております。第一の芸術祭。今年の越後つまりのご紹介でございます。でこの第一の芸術祭なんですけども、越後つまりの広大な山を、里山を舞台に20年近く続く芸術祭で、まあ、通年でその美術展、そしてイベントを行っておりまして、3年ごとにトリエンナーレを開催しておるということなんですね。で、本日はですね、この夏、おお、もう大規模リニューアルするそうで、大規模リニューアルする越後つまり里山現代美術館の能舞台、そしてですね、越後つまりで人気の作品をご紹介、そしてグルメ情報もある。嬉しいですね、皆さん。てんこ盛りなんです。そうですね、はい。さあ、そしてこちらご紹介いただきますのが、NPO 法人、越後つまり里山協同機構の大谷さん、そして鈴木さんでございます。大谷さん、鈴木さん、よろしくお願いします。お願いします。声聞こえてますか？聞こえておりますよ。はい、まず、里山協同機構の鈴木です。大谷です。はい、本日はですね、ここ、出ますかね。あちらも、すいません。作品の一つ、空の池っていう作品なんですけど、うん、こちら、里山現代美術館から中継つないでいます。はい。はい、先ほど説明がありましたが、皆さん、第一の芸術祭はご存知でしょうか？第一の芸術祭は、新潟県の人は知ってるね。はい。新潟県の人は知ってるよね。そうですよね。結構有名なんですけど、第一の芸術祭は過疎高齢化が進む日本有数の豪雪地域越後つまりが舞台になっております。作品制作には国内外から多くのアーティストが参加していて、訪れた人は越後つまり地域に点在するアートを道しるべに里山を巡っていきます。芸術祭って聞くと、そのお祭りの期間、3年に一度の期間しか作品が展示されていないイメージがありませんか？でも実は3年に一度の期間以外にも、越後つまりでは約200点の作品をご覧いただけます。その中でもこの夏に見られる一押しの作品とお食事を動画でご紹介します。それではご覧ください。どうぞ。こちらが建物で、花平先生の設計です。このフィナーレの中に里山現代美術館がございます。ただいまですね、リニューアル工事中で中をお見せできないのがとても残念なんですが、ほぼ作品を入れ替えるほどのリニューアル工事なので、以前訪れた方もこの夏からまた新しい気持ちで楽しめると思います。2006年にクリスチャン・ボルタンスキーとジャン・カルマンが制作した最後の教室という作品です。名前の通り廃校を利用した作品で、校舎全体を使って展開されています。この作品は人の不在がテーマとなっており、作者のボルタンスキーはその場所にあるものを使って作品を作ります。新たな命を与えられた学校中に、その心臓音が響き渡る不思議な空間が人気を集めています。こちらがリバースシティという作品です。結構ね、カラフルな色鉛筆の作品で、そう、写真映えするっていうことで、いろんなお客様からこう人気のある作品です。これは、わかりますかね？一個一個に国の名前が書いてるんですね。で、そういうふうに国の名前が書いてあることで、まあ、綺麗な作品ではあるんですけど、国の、こう、脅威といいますか、鉛筆の下が下に向いてることで、下から覗み込むと、その国々のちょっとした脅威なのが感じられるような、そういった作品でもあります。四角形で丸三角で上に赤トンボがついている塔ですね。結構高くてですね、
松台の方の道の遠くの方からでもこの作品が見えるという城山のシンボルマークのような作品です。どうもあった。こちらがですね、かまぼこアートセンターという作品です。かまぼこ型のね、倉庫がこう、ずらっと並んで、マトリョーシカみたいなね、かわいい作品ですよね。この越後つむりというのは、こういうかまぼこ型というか、こういう形の倉庫がすごい多いんですけど、これは北北線というこの地方を通っている電車がありまして、そのトンネルを使うときに使った資材を再利用して作ったのが始まりと言われています。今はですね、倉庫として使われていますが、芸術祭の期間中は中が一個一個ギャラリーになって、いろんな作家さんの作品が展示されることがあります。では今から草間彌生さんの花咲けるつまりという作品にご案内します。こちらが草間彌生の花咲けるつまりという作品です。草間彌生さんはもう日本を代表するアーティストで、いろんなところに彫刻作品や、普通のですね、描いた作品もあるのですが、その中でもそれが一番お気に入り、お気に入りナンバーワンだと草間彌生さんが言っていました。この地方はですね、とてもお花を大切にするところで、越後つまりの人々は結構お家の軒先とかでですね、お花を育ててるんです。そういうところにね、インスピレーションを受けてこの作品作ったんじゃないかとも言われてまして、また北北線松田駅からこの作品見えます。そうやって駅に松田駅に訪れた方をこう祝福するような、歓迎するような作品でもあるなと私は思っています。こちらの棚田、もともと管理されていたのは福島さんという地元の方です。福島さんは最初アート作品を置くことに否定的でした。ですがアーティストや関係者の皆さんの言葉が福島さんにですね届き、最終的にこのアート作品を置いてくださることを OK してくれました。稲作とても大変で、本当は福島さん最初の方に手放すという話もあったんですけど、もう2006年ですね、第3回転の時までこの工作を続けてくださいました。で、その福島さんが手放した後、次は大地の芸術祭運営する NPO 法人が引き継ぎまして、で、工作をしています。それが我々の持っているカナダバンクという制度につながる、そういったお話もあります。まさしく大地の芸術祭越後つまりを代表する、象徴する、そんな作品です。いちごつまりの食材を使ったビュッフェです。普段はですね、平日は里山ご飯という定食で、土日祝日がビュッフェなんですが、夏の期間は特別に毎日ビュッフェを提供します。春の間に採れた山菜や採れたての夏野菜を使ったお料理が並んでいます。ね、とっても美味しいんです。私はですね、この手練りこんにゃくがすごい好きです。
棚田で採れた美味しいご飯もご用意しています。でも甘くて美味しいですよ。美味しそうだ。いい匂いがしそうですね。動画の中では、その個室があった、その里山現代美術館ですね、ちょっとあげますね。はい、こちらもですね、先日の22日にオープンして、本日もたくさんのお客様にお越しいただいています。うん、はい、これ中にある作品なんですけど、こういった一個一個がね、時計の針なんですけど、これ時計の針がたくさん吊り下がっている目のムーブメントという作品や、こちらは森山大道さんという日本を代表する写真家さんが里山、いちごつまりの里山を、撮った写真などの展示もしております。そしてですね、もう一つ撮影所であります松台動物園をリニューアルオープンしました。はい、こちらがその農家会の近くにある松台道というところにある作品なんです。エステル・ストッカーの憧れの眺望という作品です。これ実際にスマホで撮った写真なんですけど、なかなか素敵な、ね、光景ですよね。で、他にも、はい、で他にもですね、ちょっと動画の中ではご紹介できなかった津南町の方にある、上高クローズがコンコンハウスや、あと片栗の宿というところでも新作が公開中です。こちらがコンコンハウス、台湾の作家さんが作った2分の1ステップハウスという作品ですね。はい、でクローズ座の方はこういった映像作品の公開もしております。締め、締め、神子ってなってですね、でこちらは片栗の宿っていうところで展開されているつまりすごろくという作品です。こちらなんかこうお子さんがね、たくさん遊べるようですよね、うん、はい、こういったですね、新しい作品がたくさん公開されておりますので、皆さんね、ぜひ遊びに来てほしいです。はい、またこちら里山現代美術館では、この夏限定でつまりポークを使ったハンバ使ったメンチカツと火の塔のオリジナルハンバーガーを販売しています。今日はこちらを用意したので、実際にですね、はい、食べてみたいと思います。はい、こういったらメンチカツと火の塔が、はい、はい、そういったハンバーガー実際食べてみますね。はい、食レポですね。そうですね。はい、食レポですね。じゃあいただきます。切るのか、一口で。ガブッといったね。ゆっくりで大丈夫ですよ、ゆっくりで。メンチカツがすごいジューシーで、茎の入ってるんですけど、うん、そんな茎の塔のね、人も強くなくてすごい食べやすい、なんかあっつりしてるけどくどくなくて美味しいハンバーガーです。はい、今回ですね、紹介しました作品ですね、こちらをお得に回れず、共通券というものを発売しています。ちょっと鑑定してしまって申し訳ないんですが、うん、今年いちごつまりという名前で10月末まで使える共通券発売しております。なのでね、ぜひ今年の夏は現代アートや里山の自然に触れてみてはいかがでしょうか。ぜひいちごつまりまでお越しください。はい、お待ちしております。はい、ありがとうございます。今回ご紹介いただきましたけどね、はい、厳選してね。そして美味しいグルメ、つまりバーガー、塩沢シェフという方が監修してくださった特別販売のハンバーガーです。うん、それはもう そこの場所でしか食べられないってこと。そうです、ここの場所で、だいたい9月末まで限定っていう。なるほどね。ちなみにフキノトウって結構独特の苦味というか、ね、あるじゃないですか。それが上に乗っかってても美味しい。だから逆にキノトの苦味があるからこそ、こうパクパクと食べていけるような。なるほどね。その苦味も、もうアクセントの一つになって逆に味がまとまるというか。そうです。そうです。まさしくそうです。あ、まさしくそうです。コメント持ってたね。でもその他にもね、やっぱ十日町って言えば、もういいところいっぱいありますもんね。さあ、お二人そろそろお時間でございますので、最後こちらをご覧の方、まあ、新潟県内の方もいますし、あと新潟県外の方もいらっしゃると思うんですよ。そういった皆さん向けに一言ずつコメントいただいてよろしいでしょうか。はい、はい、ですね、今回本当に大規模リニューアルして、
アートに全然さ見たことない人とか、あの今までよくわかんないなって人が見てもなんかすごい面白いと思った時がたくさん増えて、本当に、ね、現地で見て感動を味わってほしいので、皆さんぜひお越しください。はい、十日町は魅力たっぷりの町なので、ぜひ実際に足を運んでいただいて感じてほしいなと思います。待ってます。はい、大谷さん、鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。